では、私とシナモンはこれで。はい、メイちゃんをよろしくお願いします。あれ、しぐれとシナモンは？くれればいいのに。気を使われっぱなしね、本当に。私は他人に迷惑かけるキャラじゃなかったはずなんだけど。に乗せられちゃったからね。せめてみんなを納得させられるくらいは頑張らないと。箇所、爪切り貸してくれる？ま、今までならね。ギター弾くのに邪魔だからね。仕方ないわ。うん、これでよし。
り前でしょ。私を誰だと思ってんの。やると決めたらやるしかないでしょ。じゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかしら。でも、できるまで練習してるわ。爪も切ったことだし。何か言った？何か言ってたでしょう。何を？違うわね。そんなこと言ってなかったわ。ちょっと、はぐらかさないでよ。ねえ。猫パラ。いらっしゃいませ。お客様、2名ご案内です。お持ち帰りですか？店内でお召し上がりですか？メニューこちらになります。どうぞ。おう、プルメ、アッサムをケーキセット用に頼むわ。オッケー、すぐ出すわ。メープルお姉ちゃん、補充用の紅茶ってこれでいいの？あ、それそれ、ありがとう。補充はこっちでやっとくから置いといて。はい、すっかり元気ですね。最近は家でも楽しそうにずっとギターの練習してますし、毎日すごく充実してるみたいですよ。それもこれも歌唱さんのおかげですね。それより、めいちゃんだいぶ上手になったんですよ。前は一回音を鳴らすたびに次まで時間がかかってたんですけど、そうですね、めいちゃん大好きですから。
ればいいと思うんですけれど。動いた時にキュッてすることがあるだけで、別に体調が悪いわけじゃなくてですね。ブラっておっぱいを彩るものじゃないですか。そんな安物だとちょっと可愛くないっていうか。いえ、私どっちかっていうと大きい方じゃないですか。合わないブラだときついですし、形も崩れちゃうじゃないですか。あまり安っぽいのは抵抗があるんですよね。それでしたら、その歌唱さんに命令されてきついのをつけてるってことにすれば。そういうプレイだと思えばきついのもハーハーできますので。それならお互いにウィンウィンっていうか。でしたら、次のお休みでいいですか？
いえ、そういうことではなくて。カシオさんが付き合ってくださるんですよね。いくら鈴持ちでも猫一匹でちゃんとしたお店には入れないですよ。飼い主か保護者の同行が必要なお店もあるんですよ。私のブラ買ってくれるんですよね。私はこのままでも全然我慢しますけど。秘密で2人で下着を買いに行くなんて、なんだかお忍びのデートみたいですね。カシオさん、そんなことないですよ。下着を一緒に買いに行ってくれる彼氏は優しいってネットに書いてましたし。ショコラちゃんとバニラちゃんには何て説明したんですか？わあ、ものすごい浮気っぽい言い訳ですね、それ。なんか、これから下着を買いに行くのに、思わず潤っちゃいそうで。いろいろと困っちゃいますよ。わかってますよ。カショウさんが優しいからちょっと意地悪言ってみたくなっただけです。私のために嘘をつかせちゃってごめんなさい。